皆様こんにちは、高幸です。皆様に謝らなければならないことがあります。私、8月のお盆期間中に北海道へ向かい、旭川女子中学生不審死事件を取り扱っている身分にもかかわらず、旭川へ行かず函館を観光してしまいました。申し訳ございません。見てわかる通り、このように頭を丸めて反省いたしました。北海道へ私が行けば、函館にいても重要な証言や証拠などが集まるかと思い、甘い考えでおりました。もちろん函館滞在中に重要な証言者などが出てくれば旭川へ向かうつもりでいたのですが、残念ながら証拠証言等は今回は集まりませんでした。申し訳ございません。またこれからも諦めずに証言や証拠を集めていきたいと思います。そういったお話などがありましたらご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。そうか、ごめんね。隣になった事件ってご存知ですか？